キャノン EOS5QD キャノン EOS5QD は1992年11月に発売されたキャノンの一眼レフカメラである。世界初の視線入力 AF 搭載カメラである。ファインダー内に5つの AF フレームが水平に配置されており、撮影者がそのいずれかを注視することによってオートフォーカスフレームを選択することができる。発売当時のフラッグシップ機であった。 EOS-1 に次ぐ上級機種として発売された。最高シャッター速度1、8000秒、エレクトロニックフラッシュ同調速度1、200秒、秒間5コマの高速フィルム巻き上げなど、そのスペックは EOS-1 に引けを取らないものであり、サブ機として愛用するプロも多かった。1995年に後継機種である EOS-55 が発売され、 1998年には上位機種となる EOS-3 が発売されるが、その後も2001年まで販売が継続された。9年という販売期間は EOS シリーズ史上最長である。戦術の基本性能の高さに加えて内蔵フラッシュや撮影シーン別のオート撮影など、イージーな撮影にも対応しており、その扱いやすさが長きにわたって販売され続けた。 一員でもあろう。北米市場では EOSA2E の名称で販売されたが、視線入力 AF を省略し代わりに、指導調整機能を内蔵した EOSA にも併売されていた。ありがとうございます。